オープンハウスで土地からの自由設計セミオーダー、まあ、注文住宅に近いような形で作ったご経験をされた岡本さん、これはね多分相当価値ある動画になるんじゃないかなと。もっとクロージングしてくれたらもしかしたら買っちゃってたかもなみたいなタイミングが何度かあった。この動画を見てる人で一つ教訓にしてほしいのは、個人傷つけんな。なので希望を持ってください。新卒1年目ぐらいの傷ついてる方。オープンハウスの営業さん優秀で、うん、しっかりこうクロージングしてくれてっていうので、まあ、土地はあなたから買う。うん。で建物はまたゼロから悩みました。最初ゼロの信頼度だったのがどんどん加点されてって、あ、そうそう、じゃあ実質着工して完成までが3ヶ月ぐらいでっていう感じ。じゃあプランニングに 2,3 ヶ月かかって、そうですね、そうですね、住んで今1ヶ月ちょっと、そうですね、はい、経っていて、感想としてはどうですか。今は本当大変満足してますね。素晴らしい。だからまずこの選択肢があるということを知れたあなたはラッキーっていう。そうですね。結構ねオープンハウスしてドヤ顔で提案してくる。はい、住んで埼玉です。前回に続いてなんですけれども、岡本さんにお越しいただいてます。お願いします。お願いします。でこの動画ではですね、最近岡本さんが、浦和で家を作ったと。でその話をですね、もうズバッと聞こうという回で、はい、まあもう具体的に言うと、オープンハウスで土地からの自由設計セミオーダー、要するに建て売りじゃなくて、その土地は決まってるけれども、うん、そこに何を作るのかっていうのを、その設計士さんとかと話し合いながら、うん、まあ、注文住宅に近いような形で作ったご経験をされた岡本さん、はい、に来ていただいてて、これはね多分相当価値ある動画になるんじゃないかなと僕は思います。うん、でもともと浦和で賃貸で4年ちょっとぐらいこう住んでいて、でね、はい、この浦和に住んで4年経ったと思うんですけど、はい、1年目2年目3年目ぐらいで家作ろうっていう気持ちにはならなかったんですか。ちょいちょいなってたんですけど、うんうん、なんかあんまピンとこなかったりとか、そう、まあ、これは何なんですかね、こう今振り返ると、うん、あの不動産会社の営業さんもっと追いかけろよ、あなんかもっとクロージングしてくれたらもしかしたら買っちゃってたかもなみたいなタイミングが何度かあったんです。あ、そうなんだ。はい、いやポツポツ内覧とか行って、行ってました行ってました、ポツポツスーモとか見て、見てました、チェックはしてたんだ、してました。あ、それこそ買うもそうだし、うん、賃貸で引っ越すもそうだし、ああそっかそっか、はい、結構幅広く探してたりして、うんうん、もういました、ずっとずっと。じゃあ継続的に賃貸で暮らしながら見てはいって、見てはいました。うん、で家買うぞって本格的にスイッチが入った何かきっかけはあるのか、それとも自然にそんな感じになったのか。まず、まあ、これもちょっとレアケースなんで、うん、あんまり参考にならないかもしれないんですけど、僕はあの昔携帯電話料金払いそびれてて、で腰に傷ついてたんですよ。はい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 。なんでなんか普通にあのローン通そうとすると通らないんですよ。うんうんうん、なんでなんかそのこういろいろその携帯電話払い忘れてました。でそれが 2,3 千だったんですよ。安っ。 2,3 千で別に払う力はあったけど、ちょっとおっちょこちょいでみたいな、その辺を証明できればよかったりするんですけど、うん、まあ、その辺をこうちゃんと伴走してくれる不動産営業さんがちょっとどん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 営業の圧弱まっていくんですよ。なるほどね。そしたらこっちの熱も収めてって、確かにまあいっかみたいな。なるほどね。そこをクロージングしきった男みたいなが、はい、その今回買ったタイミングですね。なるほどね。めっちゃわかる。ちなみに僕もね学生時代腰に傷つけてて、あのクレカの支払い忘れで、はい、僕楽天社員なのに楽天カード1枚作れなかった。それくらい。カッコつけてあのゴールドのデビット使ってました。まあなんでちょっとこの動画を見てる人で一つ教訓にしてほしいのは、腰に傷つけんな。あ、本当それはありますね。腰に傷つけんなと、傷ついても家買えるからっていう、ちゃんと時間が経てば。なので希望を持ってください。新卒1年目ぐらいの傷ついてる方っていう感じ。じゃあでなんか前僕岡本さんと話した時にマンション暮らしのデメリットとして、はい、こう子供の騒音とか、うんうんうん、そこら辺がちょっと近所問題じゃないけど、はい、それはでかいですね。うん、やっぱりこう育ち盛りの子供がしかも同時に双子で2人いると、うん、やっぱり迷惑かけちゃうみたいな。
迷惑はかけちゃいますね。だと思います。周りの、そのマンション住まい の、 その保育園 の、 あのお父さんとかお母さん聞いてもやっぱり同じような悩み抱えてたりするんで。そっかそっか、はい、やっぱ下の階、まあ、近隣っていうんですか、まあ、マンションは切っても切り離せないものな。なるほどね、はい。うん、まあ、下の階もね、ファミリーで同じようなとこだったら理解あるかもしれないけど、ちょご老人がいるかもしれないし、もう分かんないですね。分かんないって運みたいな、ガチャっすもんね、はい、下の階っていうのは。そうなんですよ、うん、アンコントローラブルだと。でそういうのもあって、じゃあ家を、まあ、買うとしたら戸建てがいいなっていうのは漠然と思ってたんですか。ただとはいえマンションのメリットもあるじゃないですか、うん、やっぱりその買いやすいし、うん、売りやすいし、出来上がってるものを買うだけで買いやすい、うん、それこそ売りやすい、うんうん、で資産性っていう意味で言ってもやっぱりしっかり作ってるんで、うん、ちゃんとしたマンション、ちゃんとしたメリットがな、うんうん、ってくると、まあ、資産性も担保できてるしみたいな、マンションはマンションのメリットがあると。確かに。そしたらなんか逆に言うと、その近隣問題だけケアできるんだったらむしろマンションの方が良くないみたいなとかもあったんですよね。なんで最初探してる時はマンションも戸建ても同じように探してました。どっちかを決めつけず。なるほどなるほど。なんならマンションの方が見てる量は多いかもしれない。ああそうなんですね。だから今2021年7月で完成したのが最近って話なんで、家をその、まあ、比較的ガチで探し始めたのって1年前とかですか、もっと前。1年半前から1年前にかけて。ああなるほどなるほど。ちょうど1年前ぐらいにも契約に踏み切るかどうかみたいな感じだったんで。あなるほど、はい、じゃ昨年の夏前ぐらいに、そうそうです、今回建てた家、まあ、まさにオープンハウスのセミオーダーの家の契約をするかしないかの瀬戸際ぐらいだぐらいです、ちょうど。はい。あそのじゃあ1年前にその真剣に悩んだって話なんですけど、うんうんうん、その出会いというかそれよりちょっと前から営業を受けて決めたっていう感じ。そうです。それこそあのスーモとか、うん、そういう検索サイトみたいなところで、うん、こう良いところこうなんか問い合わせみたいな、うんうん、でもオープンハウスに限らず、うんうん、気になったところボン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 問い合わせしてマンションでも戸建てでも、うん、でその中の一つにオープンハウスもあったわけです。なるほどなるほど、はい。手札の中に、まあ、1個オープンハウスというのもあったし、まあ、それ以外のデベロッパーが作ったマンションとかもあったし、縦売りはでもあんまり考えてなかった。縦売りはあんまり考えてなかったですね。うん、考えてなかったですね。なるほどなるほど。じゃあマンションが基本路線であって土地も見てたってことですよね。そう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 、そんな感じですね。なるほどね。なるほど。じゃあエリアは奥様も裏気に入ってるし、ここら辺で作れればって。ちなみに大宮とかそっちの方は見なかった。大宮も僕は育ったんで知ってるんで、うん、あの氷川参道あたりとか大好きなんですよ僕。いいっすよね、あの辺。めちゃめちゃいいっすよね。はい、あの辺は僕は勝手に探してました。勝手に探してたんだ。絶対住めないだろうなと思いながら気持ちはやっちゃわかる。なるほど。こんなとこにもあるんだみたいなの見てました。逆に都心寄りの方とかも見たんですか。いや見てないですね。じゃあ浦和近辺で。もうそこはもうそこは固定で。あそうなんだ、はい、なるほどなるほど。じゃあずっとこう探して探して探して、じゃあ本格リサーチから決めるまで半年ぐらい、はい、そうですね、ですかね、うん、あなるほどなるほど。なんかそので結局オープンハウスの土地からもセミオーダーにしたと思うんですけど、はい、まずは土地を見つけてというか、どういう経緯でその土地に行き着いたんですか。それはオープンハウスの別々、うん、別のタイミングでオープンハウス接点がまず始まりましたと。あ、はいはい、別の物件で、うんうんうん、でその営業さんからそういう土地の提案をもらった、うん、実は裏のこういう土地が今分譲する予定でというか。そうそう、一回オープンハウスの営業と接触を持つと、なんか未公開物件みたいなのをどん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 提案してくれるんですよ、うん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 、でその中でその、まあ、結構僕もその浦和で住むとか浦和だったらこの辺みたいな、その場所っていう意味で言うと相当条件固まってたんで、あだからもう相当もここのエリアだったら、あなるほど、検討するよみたいな感じでも投げてたんですよ。なるほどね。あでそのフィルターでこう引っかかったこうものだけ提案もらってて、うんうんうん、で目についた土地があったんですけど、まあ、それが今の土地なんですけど。へえー、そうです。じゃあある程度もうエリアとかも自分の中でも絞ってて。そうです、そうです。予算的にはある程度このぐらいだろうなっていうのを多分決めていて。そうそうそう、決めました、ね、
そうです、そうです。なので逆にもその営業からこう自由に提案をもらうというか、うん、もうこの条件に入るものがあれば教えてねぐらいの感じで、なるほどね、決まってました。で、その中にこう浦和駅から近いっていうのもその条件の一つにあったんですよ。ってなってくると、その残る物件っていうのはマンションやっぱり増えるんですよ。マンションの比重が多くなるんで、うん、セグメント的に。そっかそっか。だからそのマンションが結構見た量で多いっていう。そういうことですね、はい、なるほどね。確かにそのセグメントだとあそこら辺で土地あんま出てこないし、マンションの方が圧倒的に多くなるなっていう。ちなみになんか契約寸前まで行ったマンションとかなかったんですか？申し込み入れたとか。あ、ありますね、ありますあります。それは惜しくも買えずって感じ。惜しくも買えずとか、なんか差しに行って、うん、この金額で行けんだったら買うみたいな。あちょっとチャレンジしたけどやっぱ無理だよねみたいな。そうあったりしましたね。ほんと浦和駅前で5000万弱ぐらいでみたいな。安っ。安みたいな。やっぱ戸建てだったんだろうなって思います。あー、なるほどね。まあ、その近隣問題もあるし、あとその子供が男女で、うん、女の子絶対年頃になるとパパと同じトイレ使いたくないとか絶対言うなってことが、もう見えてたね。その時になるほど。そう、マンションはほぼトイレ1個じゃないですか。うん、そうですよね。そうで、朝のクソ忙しい時間に女の子女子高生になりましたと、僕もその働き盛りですと、朝パパのうんこの後に行きたくねえとか、朝からギラギラ言われたくねえなんて。それ間違いないですね、確かに。今めっちゃいいと思いますよ。トイレ2個にしたんですよ。いやー、もう2個が正義ですよ。正義です、本当に。この事務所でさえ上階と下で2個あってやっぱいいっすもん。うん、で、龍太これ上に住んでるんでそのなんか1つしかトイレなかったら嫌でしょ。なんかちょっとプライベートなんだ。ねえ、嫌だよね。トイレ2個あるっていうのは正義。いや、ほんと大事。大事。特に子供がちっちゃかったらいいかもしれないけど、大きくなってきたら。それが見えました。見えちゃった。見えちゃった。パパめっちゃ頑張って仕事してるし、こう頑張ってんのに虐げられるのってなんかやるせないなと思って。ただのうんこで。絶対虐げられるんだろうなっていうのが見えちゃって。ちょっともう避けれるものは避けとこう。そうですね、事前準備することで避けられるコンサル的考え。これはもう一個準備したね。なるほどね。あとあれですよね、だから戸建てだと部屋もそれ別々に多分用意できるだろうし。そう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 、そうです、うん、そう、確かにそういうのもあって、まあ戸建てだったんだろうなと。そうです、そうです、うん。でそうなってくると、その、まあ、縦売りとかだと決まっちゃってるじゃないですか、売りとかは、まあ、そういうなんか未来像が見えてる中で、うん、こう自由に設計できるっていうのはまあ大事でしたね。ああ、なるほどね、うん、確かに。なるほど。じゃあこう運命の土地が出会っちゃったと、はい、これよくねみたいな。そうですね、うん、でその時は更地だったわけじゃないですか。そうですね、はい。でじゃあ一から建物を作るってなった時に、契約の流れを教えてほしいんですけど、はい、一旦まず土地だけの契約をしたんですか？そうです、そうです。そうですね。一旦、そうですね。まあ、仲介契約っていうのが一番最初になりました。はいはい、仲介契約があって、あなたから買いますよっていう契約をして、その次に土地の契約を、土地の契約、銀行としてみたいなですね。で、その後に建物の契約を銀行としてみたいな感じですね。なるほど。で、オープンハウスの今回その設定セミオーダーってやつで買いましたけど、別に土地をオープンハウスで買って建物をオープンハウスで建てなくてもいいんですよ。あ、建築条件付きではなかった？ないです、はい。そうなんだ。はい、なんで土地だけまず契約をして、うん、その後にあのいろいろその建築メーカーも回りました。あ、そうなんだ、はい、なるほどなるほど、はい、そうですね。なんでオープンハウスの営業さん優秀で、うん、しっかりこうクローリングしてくれてっていうので、まあ、土地はあなたから買う。うん。で、建物はまたゼロから悩みました。ああ、そうなんだ。はい、結局オープンハウスにするんですけど。ああ、はい、なるほどね。じゃあ土地をまず押さえて、じゃあ住宅ローンをまず土地だけで一旦組んだっていうことですよね。そうです、そうです。組んで建物部分はまたその後日というか2ヶ月後とか、例えば。いやいや、もう半年後とか。あ、半年後とかなんだ。建物が建ってからです。ああ、そうですか。じゃないと金額わかんないんで。あ、そっか、建物。そっかそっか、はい、500万単位でずれそうだしね、なんか、はい、ずれそう。そうなんだ。で、そのじゃあ土地を抑えました。で、その建物をどうするかでハウスメーカー巡ったって話なんですけど、
まず幅広に何個ぐらい見て、最後何個ぐらいで真剣に悩んだんですか？5個ぐらいは、うん、なんかネットとか、情報収集とかで5社ぐらい見ました。うんうん、で、最終的に、ハウスメーカーに3社に絞ったんですけど、うん、それがまずオープンハウスと、はいはい、あと一条工務店、あと、県民共済。あ、はい、わかります。ありますよね。うん、その3つで、ちょっと悩んで、って感じですね。プレゼンテーションはがっつり受けたんですか、その3つ。受けましたね。はい。で、受けて、で、まあ、総合的に考えて、オープンハウスもセミオだから。そうですね。まあ、その辺も含め、だから今は僕オープンハウスのファンですけど、はいはい、その最初土地買う時の営業さんもそうだし、その建築メーカーさんもそうだし、オープンハウスめっちゃしっかりしてるんですよね。なんかツイッターとかネットだといじられがちな会社だなとか、うん、そうですね、なんかこうネガティブな印象を受けている人が比較的まだ多いんじゃないかなと思います。僕もその一人でしたね。でもその出会う営業マンの対応だったりとか提案の質とか仕事の質があれなんか信頼できるなみたいな、だいぶ鍛えられてますよ。ああそう、うん、なるほどね。さっきなんかこの収録前にその話ちらっとしたんだけど、僕らが知ってるあの駅前とかでプラカードとか持っているオープンハウスの営業マン、はいはい、あれは2軍だと。あっこからこう新さん舐めながらスタメンになってくるんですよ、うんうん、スタメンは本当モンスターみたいな営業も多いですよ。あゴッツゴツのゴッツゴツのゴリゴリのゴリゴリのラグビーかアメフト上がりみたいな、あそんな感じので、きっちり仕事もしてくるし、きっちりする、うん、きっちりするきっちりする人好きでしょ。好きめっちゃわかるしっかりしてる。なんかすごいこう良かったですね。じゃあの馬もあったし、まあ、信頼できるなというふうに思ったし、その、まあ、そのプロダクトというかその家の提案もなんかこう納得のものだったって、しっかりしますね、その提案も。なんかこれは僕がたまたま会った人がそうだっただけかもしれないですけど、総じてみんなこう仕事力が高いというか、スタンスしっかりしてるというか、その辺なんかハウスメーカーとかでこう情報収集してた時はおっちゃんなんかがファーって出てきて、みたいな、もやもやもやってて去っていくみたいな、何も解決してないこっちはみたいな感じじゃないですよね。オープンハウスだとこうパシパシパシって言ってくれたりとか、ちゃんと提案をきちっと言ってくれたりとか、提案、そうですね、こうメールのやり取りとか、こうポン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 スピード感あったりとか、その辺がなんか総じてレベル高かったですね。なるほどね。だから最初ゼロの信頼度だったのがどんどん加点されてって、そう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 、でコンバージョンしちゃったみたいな。そうですね、言っても高い買い物じゃないですか。でなんか出来上がっていくものだけ、ものもしっかりしてほしいですけど、そこまでの過程でなんかこう腹落ちないまま進めると、同じものが出来上がったとしても、仮にそこの腹落ち感で幸福度変わるじゃないですか。確かにね。なんか腹落ちしてこの同じもの手に入れるのと、分かる、ちょっともやっとして同じもの手に入れるのって、なんか見え方変わるじゃないですか。分かる。同じもんでも、自分の心の持ちようですよね。そう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 、納得感とか。そうなった時に、まあ、高い買い物だし、買うまでのプロセスも1年ぐらいそやり取りしながら、一緒に作っていくし、まあ、そういう、こう、仕事きちきち進めてくれるし、言うとこ言ってくれるし、なるほど。プロフェッショナルにこう、ちゃんと発言してくれるし、みたいなのは、すごいなんか良かったです。良かったってことなんですね。はい。なるほどね。すごい印象が変わった。なるほど。ちなみに、その、一条さんとか、県民共済さんとか、まあ、結局選ばなかったと思うんですけど、なんかこう、どういうポイントで最後、こう、選ばなかったんですか？まあ、さっき言ったその仕事の対応もそうですし、あとは価格もそうですし、価格もそうだし、まあ、あとはそうですね、仕事の対応と価格と大きくその2個ですかね。なるほどね。まあそうですね。なるほどね。まあ、そこで、まあ、オープンハウスに決めましたと、はい、で決めてから、でこの動画見てる人も僕もね、まだ理解してないのが、土地一旦最初買いましたと、はい、でその後に、半年かけてハウスメーカー決定をしましたと。ハウスメーカーを決それはもうちょっとそんな時間かかった。決定はですね、まあ、実際タイムラインで言うと契約を多分8月ぐらいにしてるんですよ、去年の。はい。で土地の契約を10月ぐらいにしてる。なるほど。はい。で10月からの、はい、10月から11月ぐらいかな、1ヶ月間ぐらいバッファーがあって、その間に建築メーカー決めなきゃいけないです。あ、なるほどなるほど。じゃあ比較的すぐに決めたんだ。
そうです、うん、で12月ぐらいから実際に設計の打ち合わせ始まるんですよ、うん、なるほど。で2、3ヶ月経って1、2月ぐらいにもう設計が固まるんですよ、うん、なるほど。カチッと設計が固まって、で3月春ぐらいから建築スタートみたいな。おー、なるほど。5月、6月くらいに完成して、うん、で6月あ頭から中旬に引っ越してみた。なるほど。そういう感じなんですよ。じゃあ実質着工して完成までが3ヶ月ぐらいでっていう感じ。じゃあプランニングに2、3ヶ月かかって。そうですね、そうですね、そうです、うん、なるほどね。建築メーカー選んでる時間はその土地を契約してる間とか、はいはい、あと地契約してから設計始まるまでの間とかなんで2、3ヶ月ぐらい。ああ、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。なんかその今回完成した家の間取りとかプランっていうのってまずその最初に向こうから提案の叩きがあったと思うんですけど、どんな感じで決めてったんですか？そうですね、オープンハウスは、なんかそういうなんていうんですかね、なんかそのプレーンなプランみたいなのがあるんですよ、うんうんうん、丸裸、なんか何もしてないプランみたいな、うんうん、なんかそういう図面があって、でそこからなんかこういろいろこういじくり回してくるんですよ、うんうんうん、いじくってなんかそういうカスタマイズしていくみたいな感じなんですよ。そういうなんか本当プレーンなプランみたいなのが最初見れて、なるほど、まあ、そこにあれやだこれやだあしたいこうしたいみたいなのを、まあ、それを腰に、なるほど、設計者と固めていく。ああ、そんな感じだったんですね、はい、それプレーンなのがあります、自分としてはこういうのがしたいって言って、うん、で向こうからもう、まあ、それは一部できるけど一部微妙かもみたいな、うんうんうん、そう応酬が多分あったと思うんですけど、それは結構頻度多かったんですか、それともなんかある程度少ないボールのやり取りで決まっていったものなんですか？ですね、まずなんかその打ち合わせ実際面と向かってそういう話をがっつりしようよっていうのは結構回数制限があるんですよ。そうなんだ。まずいついつまでに決めなきゃいけません。なるほど。そこ打ち合わせ回数は何回ですみたいな。追加で打ち合わせしたい場合はプラスいくらかかります、そういうルールがまずオープンハウスの場合はあります。ああ、かっちりしてますね。設計者としては設計者でそのルールにのっとってそこまで設計固めさせるっていうのは多分 KPI としてあるんです、なるほど。打ち合わせ回数何回ちゃんとできるかみたいな、オンスクでできるか、なるほどね、あると思うんですけど、まあまあ、そういうルールがあるんで、うん、なんて言うんでしょう、こう好きにやりたい時にやりたいだけコミュニケーションを取れるかっていうとそういうわけじゃないではないんだ。なるほど、はい、そこに向かってどう登っていくかっていうのは多分最初の段階で設計者とその、うん、購入する人で決めますね、うん、うちの場合は結構もうああいしたいこうしたいっていうなんかビルが明確にあったんで、あったんだ、あなんで、まあ、それをもう全部バッて伝えて、なるほど。でそこからその設計者のほらボンってその全部吸収した図面が来て、うん、でいやここが違うあそこが違うっていうのをその決められた回数内で詰めていったっていう感じです。なるほど。じゃあ規定の回数内で一応決められたって感じ。はい、決められました。あでほぼ終わるみたいです、規定の回数内で。あ、そうなんですか。言ってました、オープンハウスの人。あめったに外れることないです。そこがプラスアルファになることはよっぽど揉めたか。そのなんか決まりってお互いにとってやっぱいいなって今聞いて思いました。ダラダラやっちゃうんで大体。そうですね、ダラダラやっちゃうし、多分その踏み切れないんじゃないですか、人によっては。やっぱだ無限にパターンあるじゃないですか、うん、そうですよね、 M が多すぎて。そうそうそう、本当に無限にパターンがあって、なんかこう本当に同率1位みたいなパターンもあるじゃないですか、これとこれどっちもいいみたいな、けどどっちか選ばなきゃいけないみたいになった時に、そう確かに終わんなくなっちゃうんで、まあ、多分そういう、そういう背景があってルール決めたんじゃないですか、オープンハウスが。決めの問題を決めやすい仕組みを作ってるって感じだな。なるほどね、うん、まあ、そんな感じでしたよと、はい、なんかそのいや3つこだわり上げるとしたら、どういう点をこうなんかプレーン そのやつから自分としてはこう、自分ら夫婦としてはこうしたいっていう、うんうん、こだわったポイントとして2、3上げるとどんな感じですか？ですね、まず一番の第一方針としては、ま、奥さんのやりたいようにする、なるほど、が第一方針です。なるほどなるほど。でその砕いていった時に、その奥さんがやりたいものって何なのって話でいくと、まあ、子供が育っていった時に、まあ、子供それぞれにお部屋が割り当てられる、あそういうママ取り、うんうん、あとはキッチン、うんうんうん、キッチンは好きなように作りたいみたいな、あそういうなんか、何でしたっけ、なんかあるじゃないですか、うんうん、ああいうアイランドのキッチンにしてみたいな、リビングが広くてみたいな、っていうのなんかありましたね、ぼんやり。で、トイレ2つと。あ、そうそうそう。大きく入れさせてください。トイレが2つのお願いします。それ、プレーンにもトイレ2つあると思うけど。でも最初のプレーンのプランは、2階と1階と2階だったんですよ、トイレが。ああ、はいはいはい。
で、2階がリビングの予定だったんですよ。なるほど。で、2階リビング で、うん、でそんな広くもないんで、うんうん、その2階のリビングにトイレって結構目立つ場所に設置されちゃうんですよ、うん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 、そうするとなんか行きにくいなと思って、うんうん、2階みんな団らんしてる時に、うんうん、こう例えば娘とかが年頃になった時に2階のトイレ使いたがらないだろうな。あ、音が何なら音も聞こえるかもしれないですよね。トイレ行くっていうのがもう、なるほど、目の当たりにできちゃうし、わかる、なるほど。なんでトイレは、まあ、1階と3階。ああ、なるほどね。そう、ちょっとこう隠れてできるように。なるほどなるほど。その辺はまあ、どんどんカスタムしてきましたね。なるほどなるほど、うん、っていうような感じで、まあ明確にこうしたいっていうのが多分強くというかあったから、比較的早くというか一番早かったですね、うん、はい、スムーズに進んだというような感じ。そうです、3棟現場だったんで、そうですね、そう、 3つ3家族同じぐらいに設計スタートしてるんですけど、一番うちが早く終わりました。ああ、なるほどね、はい、じゃあだいぶまあ仕事柄が出てる感じしますね、聞くと。ああ、なんか、まあそうですね、そうなのかもしれないです。奥さんもまあ結構ちゃんと意思持つタイプ。ああ、なるほど、はい。悩まないというか。じゃあ素敵な、まあ、そういう夫婦だから比較的早く決めていけたと。で、住んで今1ヶ月ちょっと。そうですね、はい。経っていて、感想としてはどうですか。今は本当大変満足してますね。素晴らしい。本当に。うん。いいっすね。すごい満足してます、ね。ああ。後悔も特になく。ないですね。素晴らしい。まあ、なんか奥さんからしたら、うん、なんか階段のライト、うん、照明とかあれもちょっとあれにしてもよかったなみたいな細かなところあるんですけど、うん、まあ帰ればいいじゃん、うん、まあね、みたいな、うん、まあ枝葉でなんかあるかもしれないけど、うん、大筋全然、大筋全然、そう、満足してますって感じです、うん、なるほどね。ああしとけばよかったかもなみたいなのもない。そうですね、こと今回 その家を作るっていう一つのプロジェクトについては本当ないですね。で満足した結果が出たと。満足した結果出てますね、素晴らしい。上下階の音問題とかもなくなったし。そう、うんうん、だから例えばなんかもう一個家建てれるんだったら次違うテイストに家にしたいなとか、そういうのありますよ。なるほどね、うんうん、けどそれって今回の家建てますプロジェクトではどっちみちなり成し遂げられない、いや、おっしゃる通りで、ことなんで、うんうん、そういうのを除いては満足してます。あ、はい、そうですよね。僕もね、新宿の家フルリノベーションゼロからしたんですけど、もう一回別のテイストやりたいと思いますもん、うんうんうん、それなんか自然なことだし、うん、それが後悔してるとかじゃなくて、もう一回チャレンジする豊かな人生を自分が送ればいいだけっていう。あ、本当そんな感じです。そうそう、それですね、うん、っていう感じですと。なるほどなるほど。だからオープンハウスにそもそも建て売りだけじゃなくてその自由設計があるっていうのを知らない人も多分いる。僕も知らなかったです。うん、僕もね、そう、岡野さんから初めて聞いて、あ、そうなるんだと思って。そう、うん、だからまずこの選択肢があるということを知れたあなたはラッキーっていう。そうですね、結構ね、オープンハウスしてドヤ顔で提案してきます。へえ、大体なんか建て売りのイメージあるじゃないですか。はいはいはい、建て売りいいですね、建て売りじゃないんですみたいな。いや、自由設計だ。自由設計だ。だからオープンハウスの本丸は実はこっちなんですみたいな。いや、じゃあこんな家できるんですかみたいな。営業にこう軽く言ったらなんか次の日ぐらいに爪上げてきて、はいやみたいな。それちょっと感動しちゃうね。そう、はいやみたいな。それでちょっと若干掴まれたねえでしょみたいな。そういうのあるよね、多分。なるほどね、ありがとうございます。超面白い。あ、もう経ってますね。はい、ね、すぐ時間過ぎた。そうですね、だからもっと聞きたいんですけど、まあ具体的な、じゃあ岡野さんこれ土地いくらで自由席いくらなんですかみたいな、はいはいはい、話は、お金払って相談してくださいと。そうですね、はい、なんで、はい、興味ある人は、まあ、別にお金の部分だけじゃなくてこの動画では喋りきれなかったこともあると思うし、はい、まあなんかそこの一条さんと比較検討した時になんか本音で言うとどうだったのみたいなこととか、うんうんうん、まあ、言いづらい部分もあったと思うので、はい、まあその浦和の駅徒歩圏で注文住宅を作るって誰しもが夢見るけれどもあまり実行できている人がいない行動だと思っていて、でそれをいわゆるまあ一サラリーマンというか、はい、まあその
めっちゃお金持ちの社長とかじゃなくて、うんまあ、みんなと同じようなその、まあ、勤め人の岡本さんがこう作ったっていうのは興味ある人いると思うので、そこら辺のリアル聞きたい人はぜひ概要欄にリンク貼っとくので相談してみてください。ぜひという感じで貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。